おっと、大きな声出しても無駄だからね。この部屋防音なの。監禁 TV 動画にできんわ。そして女はこう言ったの。お前だーってね。どう、今の話怖かった？おじいさん、おじいさん召されとる。ああ、ええ、ワン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 、雪中起立金、ワンワン雪中起立金。喋った。今年も教科書に載った。よかったね。お金ありません。す、たん。堂々としすぎやろ。あまりにも反抗的な息子を一言で黙らせる。この連れ子がが思いのほか聞いた。トラウマになるわ。スフィンクスの口癖は。お前それファラオの前でも同じこと言えんの？ファラオの立ち位置どこ？クララは弱虫じゃない。クララは立ちたいんだ。立ちたいからこそなかなか思うようにいかなくて泣いたり怒ったりするんだ。おじいさん、わし歩けるけどね。くたばれじじい。アンパンマンに新キャラ登場、キノコの山マン。僕のキノコをお食べのセリフが大問題に。ただの変態やん。久しぶり、のび太くん。進化しとるやん。すいません、僕がキラでしたと正直に言ったらみんな許してくれた。みんな優しい。我が輩は猫である。今はまだな。かっけえな。小学校中学生無料、高齢者無料、身体障害者無料、侍刀剣博物館会員無料、体感料1000円。ヤクザのやり方。強い竜巻だと毎分 100m 近い風が吹くが、これは僕が止めますね。どういうことや。私今日は帰りたくない。そっか、じゃあ俺帰るわ。帰るな。お前の飯はまずい。と妻に伝えたいので、オブラートに包んだ言い方を考えてください。お前の飯はオブラートに包んだ方がいいよ。何で包んどんねん。飯。今嫁が太った。なんか食ってる。あなた今日出張って言ってたわよね。かわいい。生きていてほしいのだ。食べてほしいのだ。この世界そのものを味わってほしかったのだ。翔太の寿司はそんな魚たちの夢を奪った。そっち目線。笑わない方がいいと思うよ。表情筋どないなっとんねん。そうか、電話だ。電話が犯人だ。なわけあるか。私たち立派なパーリーピーポーになりましょうね。ウェーイ。もうパリピやん。本当に偉い人は偉そうにしない。本当に強い人は強がらない。本当に頭がいい人はこんなアプリ見てない。その通り。1番か3番にキス。王様が王様ゲームすな。なくなっても誰も気づかないもの、記憶。確かに。山下さん、学食のパンすべて買ってきました。あ、パンだけ？早く買ってこい。あんた美代子のこと好きでしょ。バレてんのよ。山下以外の選択肢ないだろ。忠誠心えぐ。待ってください皆さん、この妖怪は悪くないんです。こいつ妖怪の肩を持ち上がって、きっと妖怪の仲間になってんだ。どうする山下。え、山下だったの？ケケケ、この超強化パワースーツさえあれば敵の前で突然臆病になる山下を手助けできるぞ。山下の味方なんや。ケケケ、この超強化パワースーツさえあれば俺をいつもいじめてる山下の荷物なんて楽々運べるぜ。なあ、だから目を開けてくれよ山下。またいつもみたいに俺をいじめて荷物運ばせろよ山下。何があった？先日山中くんが山下くんにランクダウンしました。そこランクやったんや。でかいさ。クラスで地味な山下が中学旅行の風呂の時間以来あだ名がこうなった。はあね。女教師が泣くまで保健体育の質問を浴びせるクラス一の勇者山下。いいぞ、もっとやれ。キリンさんの方が好き。待って、続きあるから最後まで聞いてあげて。うんうん。おばあさんはさすがにクラブ行ったんでしょ。へえ、洗濯川へ。それでその後クラブなもんあるか。ええか、お前ら。今からこの運転手さんにガース黒光幼稚園の紹介をしてもらうから心して聞くんやで。ガキつかみてえな。女の子に彼女いるって聞かれた時のかっこいい答え方を教えてください。お前次第。かっけえな。塩砂糖、塩砂糖、薄力粉、塩。なんでわかんねん。大丈夫、見てない。そういう関係だったの。このたくさんウインナーめ、元気よすぎん。じゃあ先生は新種の着物のようなあだ名で呼ばれる人間の気持ちを考えたことがありますか。廊下に立っとれ。まずい。リンリンとルンルンしてたからランランがカンカンだ。チンチンがギンギンだ。脳に限界はない、しかし暴行には限界がある。ビシャー。トイレ行ってこい。名言やタイトルに2をつけて面白くしてみてください。夫がゴミのようで。かわいそう。不倫相手の家の駐車場に駐車しようとしたら嫁がオーライオーライしてた。びっくりだね。何気ない言葉の中にエロを忍ばせてください。左右の。おっと、靴履くの忘れてた。服を着ろ。プログラミング入門。差し絵誰やねん。ザリガニ育てた水。きっとの。巨人、大砲、卵焼きって言葉知ってますか？あの頃子供が大好きだったもの。つまりは卵焼きがスポーツに分類されてたってこと。なわけあるか。昔々、おじいさんとおばあさんは川で洗濯を誤りました。どんな洗濯肢？あの覚えが悪い。と言われて一言。初めて言われた。そういうとこや。85、70、82。何の数字だと思う？知ってる都道府県の数。多すぎるわ。利用規約を読んで休日が終わった。どんまい。肯定するとき。Yes, sir! 否定するとき。No, sir!
質問するとき、あのさ、嫌な言い方、カラスより一回り大きい工場長が脱走、何してんねん。無人島の皆さん、誰もおらんで。イソジンロックで喉死ぬぞ。焼肉に行こうと思うがどうかね。パース。部長、私もパース。部長かわいそう。うどんきしめん変換器ちょっと欲しいかも。前世にこいつにやられたのを思い出した。壮絶やったな。デビュー前の儀式、それジュニア、なぜ170億ドルの金塊が一晩で消えたのか。ごめん、鍵閉め忘れた。入っとるんかい。ここだけの話はあっという間に日本中へ知れ渡った。はぁね。やっと子供を寝かしつけた瞬間、ピンポン押して帰宅してきた旦那。ピンポン押すな。鉄火巻きをくんない。はいよ、お前やれ。できなかったら指詰めろ。はい。判断が早い。風邪なんですよね。絶対に違う。頼む、間に合ってくれ。乗り物合ってる？はい、あーんして。おーおー、ラーメン二郎に関する完全に間違った知識をひけらかしてください。まあ俺はまだラーメン一郎の頃から通ってたけどな。そんな嘘やねん。今戦ったら負けそうだ。この子供を盾に使うしかないな。俺に構わずやれ。かっこよ。ケンちゃん、次は何が食べたい？うんとね、イクラとウニと大トロ。すいません、何か殴るものちょうだい。暴力はあかん。友達には大樽爆弾Gってよく言われます。めっちゃそっくり。いたずらばかりして物置に入りなさい。やだ、出して。開けちゃダメよ。時として訪れる不幸な運命、そこから逃れようとした瞬間に人は奇妙な世界の扉を開けてしまうのかもしれません。やかましいわ。妹を恵比寿よしかずに変えてください。ほ、本当にそれでいいの？困惑しとるやん。月給そりゃなく17階席のみんな。どんだけあんねん。あれ、聞こえないわ。ずれとるで。被害室を持ってきてあげる。それではオープン。待ってました。雲は大気中の水分が冷えて水の粒となったものである。水の粒が大きく重くなると雨になって落ちてくる。電気を帯びれば雷雲となる。雲はその高度や気象条件により様々な形をとるが、さて、ここで廊下と中継がつながっております。廊下のロビ君。はい。これが東京か。これが東京。新宿駅から出られない。わかる。これは何ですか？お題。これは？お題。ただの風景写真です。重症ですね。ボケて中毒者？これを見て何か分かった人はボケて中毒者です。はーい。本は人に貸してはならない。貸せば戻ってこないからだ。私の書斎に残ってる本と言ったら、人に借りた本ばかりだ。アナトール・フランス。加害者の崩壊。落ち着け。そっちは火事じゃない。熱々のカップルだ。もっとやれ。試合に敗れ、泣きながら監督を埋める高校球児。埋めるな。言え。言わないと次はソだ。わあ。震度6です。震度6です。震度6。震度6です。見てください、この大きな猫。平常運転。憎しみを捨てなさい。信じる者は食われ救われるのです。迷えるジンギス子羊よ。食おうとしてない。服を着替えて。本物の毛皮みたい。感じてるな。石ありと石尾の殴ると即死だから、ふざけて殴らないでね。ポコ、あいつ死んだな。君はどこまでも僕の一歩先を。かなり勉強して100点満点を取ったら、ライバルは101点取ってた。どうやって？ NRD。 何の略？何の略だ。そのまんまか。定時。勢いがすごい。出てきちゃダメだゴリ。ぬ、なんかおった。あと一駅。どういう状況？いいですか、ここに。くしゃくしゃつる。どこがやねん。食べ物はある程度美味しければそれで十分でしょう。それなのにどうして至高のメニューなどというものを作る必要があるんですか。そういう漫画なの。めたいな。この通り、本人も大変反省しておりますので。どこがやねん。親方、これマグロですよね。なんかいつも食ってるマグロよりピンク色なんすけど。マグロです、マグロですよ。動揺しとるやん。あれ、あ、ねえ、さっき緊急搬入されてきた患者さん知らない？ああ、あの人具合悪いって言って帰りましたよ。どこ行くねん。ヒヒヒ、こっそり残業して作業進めてやるぜ。クッククッ、それを見逃さず評価プラスしてやるぜ。いい会社。全員医者だった。頼もしいな。小泉進次郎、相手の同じカードと交換できる。だから負けんだよ。はっきり言ってやろうか。バーベキューで全員何も持ってこないとかバカか。おめえもだよ。僕に任せてくれ。なーに、負けるもんか。ああ、のび太が対決。す、どう？結構段差あった。大丈夫？あの、これお土産のアイスクリームです。気を使わなくてもよかったのに。ありがとう。何緊張してるのよ。さあ入って入って。僕は女性の部屋にドアから入ったのは初めてだ。警察呼んで。我が輩は獅子である。威厳はもうない。可愛いな。いいから脱ぐんです。何せんねん。スターダストっていうのは星くずのこと。ハウスダストは家のくず、つまりお前のことだ。そして俺の涙はまるでダイヤモンドダスト。先生言い過ぎじゃない？嫌いな人にかかる重力を50倍できる重いさんの悩みとは。自分のことが嫌いになる時がある。使いづらいな。腹パーンチ。カメラ止めて。はい、というわけで今日もバスケしながら漫才させていただきますけども。ちょっと面白そう。お前らゲレンゲは初めてか？ゲレンデだよ。醤油の小袋に書いてる。どこからでも。ってやつはあれは信じない方がいい。どんな開け方した？よし、そうだわ。カシャシャカチャ。すごい。何してんねん。いや、今度はチンがとっておきの話をいたそう。え、本当でございますか？それは18年前、
金のチンチンがカチンカチンだった時のことである。下ネタやないかい。広告のバツボタンが小さすぎる。わかる。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが暮らしていました。そしたら沢田の兄貴が一人でその場所に行ってな、ロケットランチャーをぶっ放してその建物をこっぱみじんにしてしもうたんじゃ。どんな話や。ジュワジュワジュワ。ああ日本語わかります。喋れるんかい。いいですか、落ち着いて聞いてください。どこにも転生してませんし無職のままです。貧血治ったら帰ってください。残念やったな。会社を休む時の正しいメール例文。おはようございます、〇〇部、〇〇部長。このクソ豚め、本日よりおかしいおかしいおかしい。